海南1890監督キャストの皆様です。どうぞよろしくお願いいたします。それではこのままフォトセッションにまずは移りたいと思います。まずはセンターご覧くださいませ。オフィシャルカメラになります。はい、それではお待たせいたしました。これより映画怪談1890クランクアップ報告会見始めさせていただきます。まずはじめにお一方ずつご挨拶とともに本作での役作りについてですとかそういった思い出も話していただければと思います。それでは最初にこの方からお願いしたいと思います。和歌山県串本町に住みトルコクルーを助け全力で治療に当たった医師田村元貞を演じられました内野聖陽さんです。皆さんこんにちは、今日はありがとうございます。私はこの日本トルコ合作映画の中で、日本の、部分、1890年の部分のみ出演しているんですけれども、田村という、まあ、架空のお医者さんを演じました。はい、まあそうですね、あの歴史的な事件とかっていうのは、まあ、いろんな嘘とか、なんていうんですかね、誇張とか噂でどん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 こう事実とは違う方向に行くものだと思います。あのエルトゥールル号の事件ももしかしたら本当は事実とは違うことがあるのかもしれないんですけど、その中でも僕が確実に思ったのはやっぱり田村を演ずるにあたりいろんな資料をあの見させていただいたら、やっぱりそこには本当にあのお医者さんたち の, あの心意気だとか、あの目の前に苦しむ人を助けたいという良心だとか、そういうものが確実に存在していて、あのこれだけは確実に あったことだと思って、その田村にこう投影させるように、作ってきました。なので、はい、東の日本と西のトルコがこんなにも今友情があるっていうこと自体が奇跡だと僕は思いますけど、あのその奇跡の裏には単純に、確実にあったことがあってですね、それはやっぱりあの他者を思う気持ちとか、その家族を思う気持ち、そういうシンプルなものが彼らを突き動かしたんだなと思っています。そういうものがあのこの作品を通して、あの日本トルコだけでなく世界の人にこう伝わったらとても素敵だなと思っております。ありがとうございます。どうもありがとうございました。続きましてエルトゥールル号に乗船していた海軍機関隊員ムスタファと在テヘラントルコ大使館職員ムラト、この一人二役を演じられましたケナン・エジェさん、お願いいたします。ありがとうございます。burada bulunmaktan çok mutluyum ve çok heyecanlıyım aynı zamanda. 本日こちらにいることはすごく幸せに思っています。それとすごく緊張しています。bu çok önemli bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyamızda bugün kimlikler üzerinden savaşlar oluyor. İnsanlar birbirlerine kıyıyorlar. Ve bu bir barış ve dostluk filmi. İki birbirinden belki kültürel olarak çok farklı olan ülkenin karşılıksız olarak birbirlerine yardım etmelerinin hikayesi. O yüzden kuşaktan kuşağa aktarılacak çok önemli bir mesaj içeriyor. この映画ですね、すごく大事な作品だと思います。あの現在、世の中にいろんな戦争や、虐殺とか、そういった、人種差別、などのことでいろいろ戦争が起きています。ただこの映画は平和のことを、描いてますので、すごく大切な、作品になっていると思います。Savaş filmlerine çok alışığız. Bir sürü savaş filmi çekiliyor, gösteriliyor.
ve şiddet prim yapıyor bugünlerde. 我々はあの戦争の映画ですね、すごく見慣れている気がします。あのそういった映画が、なぜか分からないんですけど、暴力的な映画はすごく、利益を出しています。 Bu bir barış ve dostluk filmi. この作品は、友好と平和を描いている作品になっています。 O yüzden sadece Türk-Japon ilişkileri açısından değil, aslında dünyaya söyleyecek sözü olan bir film.これはですね、この作品は、トルコと日本だけではなく世界に、メッセージを送れるような作品だと思っています。Ben de, bu filmde ülkemi temsil ettiğim için, çok gurur duyuyorum. 私もですね、この作品に参加できて、自分の国を代表できることが非常に、誇りに思っています。 Ve ayrıca tekrar, Japonya'yateşekkür etmek istiyorum. Böylesi bir anıya sahip çıktılar. Bunu yaşattılar ve böyle bir projeyi Türk devletinle birlikte hayata geçirdiler. 改めてですね、あの日本の皆様にお礼を申し上げたいと思っています。このようなですね、物語を今までも、守っていただいて、トルコと組んで、このような作品が実現できる。ことについてありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、田村のもと治療を懸命にサポートする春と、テヘランの日本人学校教師晴美の一人二役を演じられました忽那汐里さんです。皆さん、今日はお越しいただきありがとうございます。今回、ケナン・エジェさん と、私は日本とあとトルコと2国での撮影 と、2役を演じさせていただいています。それぞれの役は、別々の人物なのですが、この2役を通して、あの何世代にわたってでも、人を思う絆ですとか思いっていうのがちゃんと受け継がれているっていうことを、そういう責任感を持って2役今回、やらせていただきました。撮影は本当に、日本とそしてトルコの両方のスタッフキャストの皆さんと、行ったんですけれども、文化の違いですとか、あのいろんな壁を乗り越えながら、この作品を一緒に作ることができたことを本当に、誇りに思っています。どうもありがとうございました。